今回は担々麺第2弾。コクのあるスープに細麺がベストマッチ。どうも皆様こんにちは。どこにでもいる京都のおっさん、京都で松です。今回は三条商店街に来ました。正式名称は京都三条会商店街。堀川三条から千本三条までの全長800メートル、なんと京都で一番長いアーケード商店街。お店も180店舗以上あり、その中に本日伺う担々麺のお店があります。私よく Google マップでお店を調べるのですが、一つ気づいたことがあります。担々麺を提供されているお店は評価がとても高い。一般のラーメン店の評価よりも平均すると 0.5 から 0.3 ぐらい高いと感じます。なぜかと自分なりに考えた結果、たどり着いた答えが食後の爽快感ではないでしょうか。自分好みの辛さの担々麺を食べ終えると気分がとてもいいんですよね。気分が良くなるとおのずとお店の評価も高評価入れたくなると思います。気分やっぱり大切ですよね。そして今回最高の気分を味わえるお店がこちら。ピートさん、 JR 二条駅から徒歩6分、営業時間は11時30分から14時30分、土日祝は15時まで、定休日は水曜日で駐車場はありません。近くにコインパーキングあり。まず見て驚くのは店頭のこの絵でしょうね。はじめ何が書いてあるんだと思いましたが、よく見ると象の絵が書いてあり、10匹の象が。なるほど、店名通りピートですね。メニューは担々麺がメインで、その他にも焼肉丼、牛カレーそばなどが置いてあり、ローストビーフ丼が写真でとても美味しそうだったので気になりますが、本日は担々麺をいただきます。営業時間がたったの3時間ということもあり、かなり期待ができるお店。それではいざ入店。本日は担々麺を注文。お値段が800円。こちらの担々麺はオーソドックスなひき肉とネギのトッピング担々麺。香りがすごくいい感じ。気になる辛さはと言いますと、こちらのお店では注文時に店員さんが辛さはどうされますかと聞かれますので、選べるタイプのお店です。今回は普通を注文しましたが、10段階で言うと5ぐらいでしょうか。食べ始めはそこまで辛くはなく、どちらかというとひき肉の旨味が溶け込んで多少甘くも感じます。何よりスープのコクがしっかりとしているのでとても美味しい。薬味のネギもいい仕事をしていて、バランスの取れた万人受けする担々麺だと思います。さてさて、それでは麺をいただきましょう。細麺で喉越しがいいこちらの麺、いい感じにスープを吸ったミンチ肉が絡んでとても美味しい。今回は並を注文しましたが、一般的なラーメン店の量だと思います。そしてうまさの秘訣、このミンチ肉。先ほども言いましたが、スープに旨味が溶け込んで少し甘く辛さを和らげつつも引き出しているといった感じでしょうか。コクうま辛な担々麺といったところです。さらに卓上には花椒が置いてあります。山椒よりも刺激が強いので好みが分かれると思いますが、この花椒を入れると風味がとても強くなり、旨味が鼻からスーッと突き抜けるといった感じでしょうか。爽快感を味わえます。ただ苦手な方も多いと思いますので、入れすぎには注意しましょう。そして今回は焼肉丼チビも注文。お値段が600円。担々麺だけでは物足りないという方にはこの焼肉丼はいかがでしょうか。タレがたっぷりとかかった焼肉に熱々のご飯、焼肉と担々麺、なんとも素晴らしいセット。辛さを感じる担々麺を食べて甘いタレの焼肉丼を食べる、
辛さと甘さを堪能できる、まさに至極の昼食。ピートさんの担々麺と焼肉丼でした。お肉の旨味とネギのアクセントが絶妙な担々麺、美味しかったです。辛さも選べ、万人受けする担々麺のお店だと思います。そんな担々麺には焼肉丼がベストマッチ。2つ頼むとお値段はそこそこしますが、嬉しいセットメニューもありますので、ぜひ頼んでみてください。それでは本日も美味しい担々麺ありがとうございます。ごちそうさま。